皆さんね、バランス接続って知ってますかね？バランス接続ね、オーディオ界隈だったらまあ当たり前のようにさ、飛び交ってる単語だと思うんですけど、まあゲーム周辺機器とか興味持ってる方あんまり知らないよね。まあここにあるアンプがね、こんな感じで BAL って書いてあるんだけど、まあここにね、接続することでバランス接続ができるようになるんだよね。で、そのバランス接続することで何ができるようになるかっていうと、音がね、むちゃくちゃクリアになるらしいんですよ。FPS ゲームでさ、音がさ、こんなむちゃクリアになったらさ、足音とか聞きやすいと思いません？ちょっと興味湧きますよね。どうも、おたつです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回はね、リクエストに答えてっていう形で、まあ動画を作ってるんですけど、まあ僕自身もね、結構ね、興味があって、このね、動画撮影することに決めました。内容としては、僕なりに勉強したね、バランス接続についての知識と、まあ実際にね、バランス接続で、この FPS ゲームをしたら、どういった感じになるかっていうのをね、この動画で全部解説できたらなと思っております。そして、冒頭でも出てきましたが、今回ご用意したのが、こちらの FIO の K3 っていう、今はね、ちょっとね、新しいやつになってるんだけど、そのアンプと中華イヤホンをね、いくつかご用意したんで、それをね、使ってね、やっていきたいなと思っております。僕はね、バランス接続できるアンプっていうのを、ごめんなさい、この FIO の K3 しか持ってないんですよ。だから、こちらを使いながらやっていきます。しっかりね、勉強して今回のね、動画ね、作成しましたんで、最後までね、見ていただけると嬉しいです。という感じでね、僕のチャンネルではね、毎週ゲーム周辺機器に関わる情報を発信しております。まあ今回ゲーム周辺機器じゃないけど、まあゲームに関わる情報っていうのがメインだね。そういうのを発信してるんで、まあゲームに関わる情報ね、興味持ってる方はね、ぜひチャンネル登録をポチッとしておいていただけると嬉しいです。あとね、この製品ってどうなんていうものがあればね、動画作りの参考にしますんで、コメント欄の方にね、ぜひね、書いとってやってください。ぜひね、よろしくお願いします。それじゃあね、本題に入っていきましょう。それじゃあね、バランス接続についてサクッと解説していきます。目次としてはね、こんな感じで進めさせていただこうと思います。まあ、大きく分けてね、3項目解説をしていきます。まずはね、接続方法なんですけど、大きく分けて2つあることね、皆さんご存知ですかね。大きく分けて2種類、この通りなんですけれど、皆さんが普段使用しているゲーミングヘッドセットやイヤホンはアンバランス接続になります。この上のやつね。コントローラーね、直挿しで使ってる人も、ミックスアンプとか使ってる人も同様です。ゲームでね、そこまで高音質を求めてる方っていうのは、まあ、あんまり多くはないので、ゲーマーのね、9割以上はアンバランス接続で使ってると思います。まあ、僕もね、その一人になるんでね。それじゃあ、アンバランス接続ってなんなんっていうことをね、話していくんだけど、音の信号っていうのはね、マイナスとプラスがありまして、アンバランス接続は左右のプラス信号と、マイナス信号のこちらの1本でね、成り立ってます。まあ、合計ね、これ3本で繋がってるんですけれど、マイナス信号に関してはね、これ1本しかないので、クロストークっていうね、信号がなんか混在したような状態になるらしいんですよね。だからまあアンバランスって言われてるんだと思うんだけど、要するにね、左右の信号っていうのが混ざってしまうのが、皆さんが普段使用してるアンバランス接続ということになります。まあ、それじゃあね、アンバランス接続だったら音が悪いんかなって思っちゃうかもしれないんですけれど、まあ、そう単純に言えるわけでもないらしいんですよね。ここはちょっと検証しないと何とも言えないなというところです。そこでバランス接続が登場してくるわけですが、アンバランス接続とね違ってね、左右のプラスとマイナスっていうのがそれぞれね、独立してるんですよね。まあメリットとしては、クロストークが発生しないっていうところと、まあ音の定位や立体感が上がるっていう部分になってくるんですけど、だからね、メリットとして挙げてる、クロストークというね、信号がね、混在した状態、さっき言ったアンバランス接続でデメリットになってくる部分っていうのが防ぐことができるんですよね。それに伴ってね、音の定位とか、まあさっき言ったんですけど、やっぱ立体感も上がるらしいんですよね。まあバランスという名の通り、まあ正確な音、バランスの取れた音になるみたいですね。まあ、少しね、今回の企画がどんなものかっていうのがおそらくね、これで見えてきたと思います。まあ、定位や立体感っていう部分に関してはね、FPS ゲーマーの皆さんもね、結構重要視されてる部分だと思うんですよね。これからね、バランス接続をしたい人のために、まあ、ジャックの解説についてもね、ちょっとしとかないとなと思ったので、軽く解説しておきます。バランス接続には大きく分けてね、2種類のね、ジャックがあるんですよね。2.5mm と 4.4mm。まあ、この2種類になるんですけれど、まあ、皆さんがね、よく
く見るのってこの中間に来る 3.5 ミリのね弱だと思うんですよね。だから 2.5 ミリっていうのはやや小さめ、そして 4.4 ミリはまあやや大きめのねプラグになるんですよね。まあ最近主流になりつつあるのはこのなんか 4.4 ミリの方らしいんですよね。僕はこの 2.5 ミリでしか今回ちょっと実験できないんですけれど、そこでバランス接続をするためには必要なものは何なんだって思うと思うんですが、まあ既存のねゲーム用アンプにバランス接続するっていうのは無理なので、そこはね気をつけてくださいね。まあ必要なものはねここに書いてある通りになるんですけれど、今回僕は以前レビュー動画で出したまあフィーオのね K3 と中華イヤホンに加えて、まあ、バランス接続ケーブルっていうのをね、用意してます。まあ、PS5 などのね、コンソールゲーム機にね、繋がるアンプっていうのもあるらしいので、まあ、そこはね、今後ちょっと検証していきたいなって思ってるところなんですよね。というのがね、バランス接続にはなってくるんですけれど、皆さん大体理解できましたかね？頑張ってね、今回資料まで用意して調べてきたので、少しでも参考になって勉強になってれば幸いです。ということでね、バランス接続についての解説からね、今回の動画で明らかにしたいことっていうのがね、見えてきたと思います。これから僕が普段プレイしている Apex、後ろにね、画面出てるよね。それを使用してね、音の検証をしていくわけなんですけれど、どんなものをね、用意したのか、皆さんにね、一度見せておきたいと思います。イヤホンについてはね、最近販売された機種なんですけど、TRN のね、キリンっていう機種になります。こんなやつね。これね、まあ特徴としては、平面磁気のね、ドライバーがついてて、あとはね、接続のね端子をねむちゃくちゃ変えられるんだよね。あとはなんかノズルの部分とかもさ変えられるようになってて、それでなんと1万5000円ぐらい切ります。確かそんぐらいの値段だったと思うんですけれど、かなりねコスパのいいやつをねご用意しました。それとねその他だと昔からちょっと気に入ってるやつなんだけど、 DQ-EYZ のサマーっていうね機種、まあこれねすごいいいよっていうねレビューね出したと思います。あとはね 2.5 ミリのバランス接続のケーブルになってくるんですけれど、はい、こういうやつでナイス HCK のブルー PP っていうねケーブルになります。イヤホンにねついてたやつなんだけど、これ市販でも販売されてるやつだから、それをそのまま使いたいと思います。だからねこれをサマーにねつけて使う感じだね。まあサマーの音ってね結構聞き慣れてるからさ、比較しやすいかなと思ってね、このケーブル自体はかなり優秀なケーブルで、まあサマーって結構スカッとした音なんでね、相性いいんじゃないのかなと思っております。あとねアンプについてはさっきねお見せしたフィーオの K3 ですね。まあ今回ね初めて紹介するものから一度ねレビューで紹介しているものまでねあるので、一度ねレビューで紹介したものは FPS ゲームでねしっかり使えたものっていうのをね選択してます。まあねどうなるかっていうのをねぜひね楽しんでもらえたら嬉しいなと思っております。全部ね動画のね説明欄にねリンク貼らせてもらってるんでね、気になる方はそちらからチェックしてみてください。さて検証していきましょうか。こんな感じでねつけたんでやっていきますよ。まあここにね、ゲーミング PC あるんでね、これを使ってやっていくんですけれど、まあ聞きながらね感想を言っていく感じだよね。それじゃあ行きましょうか。いやーとりあえずね音楽聞いてきたけど、ちょっとね違いすぎでしょ。マジで変わるね、バランス接続とアンバランス接続だったら。まあ TRN のねキリンからまあいろいろね試してみたんだけど、いや音楽に関してはまあアンバランス接続でも十分気持ちいいよ。ただねバランス接続にすることによってなんかね音がパキッとなんかはっきりするような感じ、なんかねぼやっとしとったのが本当にキュッとねパキッとして、いやこれね多分ね FPS とか合うんじゃないんかなって音楽聞いてても思うぐらいだった。まあまあこれからね FPS ゲーム試していくんだけど、いや TRN のキリンについてはすごいねバランスも良くて、まあドンシャリ系の音になるのかな、どっちかというとね。なんか平凡なサウンドじゃなくって、まあちょっと聞いてて楽しくなるような感じだよね。すごいねバランスもよくって、僕は TRN のキリン結構好きですね。あの感触系の音なんですごい良かったなと思います。だしこういうアダプターがさついてんのはむっちゃ便利だわ。てかコスパむっちゃ高いね TRN のキリンすごいね。まあちょっとねこの先はまだまだ長いんでね、音楽の感想はちょっとこれぐらいにして、実際にちょっと Apex で、試してねやっていこうと思います。はい、ということでね、コントロール、Apex のコントロールを使って、とりあえずまあどんな感じか見ていきましょう。まずはね、TRN のキリンを使ってるんですけれど、これはいいね、まあね、アンバランス接続で繋いでます。はい、もうね、今聞いてる感じで、全然低感とか普通にこのままでもいいですね。もうパスファインダーが今飛んだところの音もね、すぐわかる。すごい。で、ちなみに今ね、ウルトラワイドのモニターでしてるんで、あの画面がすごくね、広くなってますね。こうやって、多すぎてよくわかんないよねこれ。あ
れ敵か。左いるね。逃げた。あー倒せんかった。左にいるね。左でバチバチ言ってるもんね。いやークソ。これいるね。ここいるわ。一体かな。この下ですね、うん、やばい。左後ろからも来てる。うん、ちょっと多すぎ。ほらね、むっちゃ来てたでしょ。うん、もうね、完璧にわかるよね。このイヤホンも手すごいいいし、ようわかるね。いや、逃げられた。行け、いい。うん。え、OK、いい。お、奥来てるね。ここにいる。え、OK、いい。氷ね。はい、オッケー。この右側にいるね。うん。ここにもオッケー。ここの、こっち側に来てる。うん。ここ来たね。はい、オッケー。やばいね。結構近いかもしれん、これ。ここいるよね、ほら。おぉ、あー、さすがに死ぬよね。そうそう、今回ね、紹介していくイヤホン、結構ね、内容が面白くって、こんな感じで今ね、3.5mm のプラグ挿してるんだけど、ここをね、取るだけで変更できるんですよね。こんな感じで取れば、あとはね、2.5mm に変えたりとか、ほら、こんな感じで、簡単に変えられるっていうね、こういうね、結構面白いイヤホンになってます。なので、コスパという意味ではね、すごいいいです。あとはね、ノズル部分とかも変えられるようになってるんだけど、これね、初期ロットはなんか、このね、ノズルの部分、なんていうの、フィルターかね、なんか、つけるの忘れたらしくて、メーカーがね。だから、ついてないんだけど、ちょっとそれどうなんて感じだけど、まあ、これはちょっと評価なしでね。だからね、こちらの 3.5mm と 2.5mm の接続方法を使って、このね、TRN のね、キリンに関してはやっていきたいなというところですね。はい、ということでコントロールをね、バランス接続の TRN キリンでやっていこうと思います。カービン使おうかな。いやね、やっぱりバランス接続にするとね、本当にね、音がはっきりくっきりだね。足音とかなんかそういう効果音がなんかボワンとしてるのがさ、さらにくっきりするから、なんか音のね、方向とかもすごい掴みやすい感じするよね。今のね、ポータルの音とかもね、ブワンってすぐわかる感じ。まあこの中で敵がどこに寄るかが多分一番わかりやすいと思うね。オッケー。奥にいるね。多分これ裏取りするんだよね。いるね。やった。あとこいつ。はい、オッケー。おお。ナイスカバー。上におるかな、これは。うん、大丈夫だ。うん、オッケー。オッケー。ここいるわ。オッケー。うん、なんか圧勝だったけど、いや、本当にね、敵の位置しっかりわかるから、やっぱりね、アンバランス接続より、バランス接続の方が、方向は多分ね、わかりやすいと思うね。音もシャキシャキっとするし、なんか、アンバランスで聞く意味はあんまりない気がするね。FPS で今ね、使ってる感覚として。TRN キリンに関してはね、そんな感想かな。まあ、一個だけじゃね、わからんから、まあ、今回ね、VQ-UAZ のサマー用意してるんで、そっちもちょっとね、使っていきたいと思います。じゃあまずは BQ-EYZ の純正の普通のケーブルね、付属のケーブルで 3.5mm で接続してます。まあ、ちょっとね、ケーブルが違うから音の傾向かなりグッと変わるとは思うんですけど、まあ、ブルーポップ PP っていうのが次のね、バランス接続で使うケーブルなんだよね。まあ、そっちの方はそんなにね、音崩すような感じのケーブルじゃないんで、おそらく大丈夫だと思います。はい。もうこっちはちょっと結構聞き慣れてる感はあるんだけど、あ、やっぱり高音強くてなんかシャキッとした音だね。純正とかが多分若干うるさいんだよね。まあ、そんな耳にむちゃくちゃ刺さるって感じはない。
ないんだけど、テイとかもまあ、これはまあ聞き慣れてる感じでそんな悪いとは思わないね。まあ右で上がった音がしたけど、さあ B を取っていきましょうか。いいねいいね、行けるとこまで行かんと、ここまで出れるか。いや外から来てるなこれ。オッケーオッケー。いやさっきのもね、外から知っていたのすぐ気づけたよね。二人いますね。右側かこれ。なんか手については TRN キリンの方がいいね。これ若干分かりづらい。ここに辺におるのは分かるんだけど。あーマグマがやりたい。くそ。あーもうちょっと。初めてね、これ、中華イヤホン使った時のね、感想だったからさ、今思うと、もっと聞こえやすいやつあるね。いや、喋りながらやるのむっちゃむずいわ。オッケー。もうちょっと音にまとまりができたら、すごいやりやすい気がするんだけど。ちょっと、ダメだな。はい。ん？あんまがでやれんのがちょっとダサいよ。やったんかなあれ。どうなの？やってないの？個人的にさ、やっぱり TRN キリンの方が聞き取りやすかったね。バランスにするとちょっとやっぱ変わるんかな。とりあえず次の試合でね、検証自体はね、最後かなってとこなんですけれど。な、切り替えようか。はい、ということで BQ-EYZ をね、ブルーポップ PP っていうあのバランス接続のケーブルに変えて FIO の K3 でね、聞いてるんですけれど、やっぱりね、音がなんかシャキッと締まりますね。あのね、ぼやっとしてた定位がちょっとキュッと音とともに締まって、なんて言うんだろうな、方向がなんか特定しやすくなるよね。あ、味方の意思とかさ、あの爆発音とかに紛れてても分かりやすいなって感じ。こうか、ここだ、この下にいるね。はいはいはい、明らかに音の特定はしやすいね。違うわやっぱり。これバランス接続のさ、ゲーム用アンプ出るんちゃう？分かんないけど、まあ、そこまでの技術力を持ってるメーカーがいないよね、ゲーム系のメーカーだと。これをいるね、下に。この後ろでしょ。おお、死んだかと思っても撃つのやめたけど。はい、上かこれ。はい、ナイス。いや次来てる、上かなこれ。ナイス、味方いるよね近く。下かな。あら、下にいっぱい寄るんだ。音の特定自体はしやすいけど、やっぱりいろいろと音がうるさいね。サマはね、もうちょっとおとなしめの音な方が FPS はやっぱ合うんだね。知識はつけばつくほどあれだね、なんか使いやすいイヤホンっていうのがすごいシビアになってくるね。まあこのイヤホンも決してね、聞き取りづらいわけじゃないんだけどね、足音とかはね。はい、ということでなんか APEX の画面バグってますけどバランス接続とやっぱりアンバランス接続だったら、僕はねバランス接続の方が定位感もいいし、足音とかの把握はしやすいなって思いました。なんていうか、もうリロード音とかさ、スキルの音とか、そういうなんか細かい音、なんかどの音域の音でもなんかカチッって音とかさ、なんかバゴーンって音とか、まあ、爆発の音とか、まあ、いろんな音がやっぱりね判断しやすいね、方向とかもね。まあ、BQ-EYZ のサマーと、まあ、今回は TRN のキリンをねちょっと聞き比べてはみましたけど、 FPS 向けのイヤホンとしては TRN のキリンの方がいいなと思いましたね。音のね位置とかがやっぱ把握しやすいかなって感じです。まあ、サマーはちょっとね高音に寄りすぎてるかな、チャキチャキうるさい感じもやっぱあるから、なんなんだろうね、分離感っていうのがやっぱ TRN のキリンの方が高いんだろうね。そういうところかなって感じがしましたね。というのがね、まあ、今回の企画でしたので、まあ、今回はねバランス接続とアンバランス接続、まあ、2つ試してみて、まあ、どっちが聞き取りやすいかっていうのが、まあ、今回のね動画のね、まあ、主な内容だったので、
まあ大成功だったかなと思います。本当に 2.5 ミリのねバランス接続しても全然音違うし、もうアンバランスとはもうね比べ物にならないですね。まあかといってまあアンバランス接続がすごい聞きづらいかっていうとそうじゃないんですけど、まあ、バランス接続にするとやっぱりさらにね洗練されるなって感じがありましたね。皆さんもねこれねバランス接続試してほしいですね。まあ、PC 版の人の方が試しやすい環境にはあると思うんですけど、まあ、コンソールとかでもね今後ね使えるようなねやつがあればね試していきたいなと思ってるんで、まあ、今回の企画自体は成功だね。すごいね良かったです。はい、ということでね、まあ、まとめていきましょうか。ここまでお疲れ様です。バランス接続どうだったでしょうかって、まあ僕しか聞いてないんだけど、まあこのね、検証によって僕がね、バランス接続ってどうなんっていうね、なんか漠然としてたものが、まあ疑問っていうのが晴れて、今後ね、やりたいことっていうのもちょっとね、見えてきたかなと思います。まあ皆さんにね、バランス接続おすすめできるかって言われたら、まあ PC でしか使えないものが多かったりとか、結構機材に費用がかかっちゃうっていう面もあるから、まあみんなにおすすめは正直しづらいとは思ってるんですけれど、すごいね、面白い良い経験ができたなと思ってます。まあ、中でも僕がね大きな変化っていうのを感じたのは音のまとまり、本当にまとまってる。もう全然違いますね。なんていうかね、バランス接続した後にアンバランス接続すると名前の通りね、アンバランス接続で音がねごちゃごちゃごちゃっとしてたのがバランス接続に切り替わることでね、キュッとなんかねまとまる。もうこんな違うんかなって思いましたね。いや僕の耳もある程度ねついてきてるなと思います。なんかいろんな製品使ってるからさ、ちょっとずつ超えてきてるよね。なんか聞こえてきてるなって感じがあるから、いやもうちょっと成長していきたいよね。手についてもねぼやっとした方向っていうのがなんかね見通しが良くなるっていうんですかね。だからやっぱ向上してるのはね間違いないと思うんだよね。ただねバランス接続特有のなんて言うんだろうな、あちょっと違うなっていう感覚みたいなのがあって、アンバランス接続がねダメだとは思わないですね。むしろアンバランス接続の方がいいって感じる人もいるかもしれないですね。今回はまあ 2.5 ミリのバランス接続だったので、今後はね 4.4 ミリのねバランス接続も試したいなと思ってます。アンプ買わなきゃいけないね。いやーお金かかるね。ただね面白い。FPS もっといい音で聞きたい。いやここまでやってる人がいるのかわかんないけど、てか意味があるのかさえもわかんないけど、まあ音自体はね良くなった気がするからね。今後もね一生懸命検証ねやっていきたいと思ってます。というわけでまあ今回のね話っていうのは以上になってくるんですけれど、少しでも役に立ったよという方はねコメント欄でコメントしていって、いいねボタンも一緒にポチッと押していただけると嬉しいです。あと質問等いただきましたらねできる限り回答させてもらっております。ゲームにね関わる情報に興味があるにもかかわらず、まだねゲームデバイスラボのメンバーになってない方はね今のうちにチャンネル登録をポチッと押しておきましょう。皆さんのねコメントとか動画の評価っていうのがね次の動画のモチベーションにつながってますので、ぜひよろしくお願いします。それでは今回もね最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。